辰巳隆太郎は、日本の俳優。兵庫県阿古郡佐古志村生まれ。関西大学第一中学校、高等学校、大阪市立天王寺商業高等学校を中退。島田翔吾と共に、新国劇の屋台骨を支えた一人。少年時代に王子に出されるも、妖家を十三件も転々としながら、関西公主商業学校を経て、商業学校を中退。 1919年、小林十三が国民劇創設のため作った男子養成会の創設メンバーとして宝塚入り。1926年に旅回りの一座に入り、長野県で初舞台を経験。半年後、小林十三主催、坪内志向文芸部長の宝塚国民座に入団して、東五作の名で舞台に立つ。その後、 沢田章二郎の魅力に惹かれ、1927年、道頓堀の何技で公演中の沢田を楽屋に、訪ねて、弟子入りを直談判にし、新国劇への入団を許される。また、芸名を、辰巳龍太郎と改める。しばらく早くが続いたが、1929年、沢田が急死すると、兵頭武雄文芸部長によって島田と共に、沢田の後継者に大抜擢。 また、その気質は、島田と合わせて、道の辰巳聖の島田とも呼ばれた。合法来楽に主人公を演じきり、島田と共に日本柱として、新国劇を支えた。1947年に、辰巳自らが、坂田三吉を、主人公で描くように依頼をして、北条秀次が脚本を執筆し、北条が、演出も担当した、王将に主演して、 大ヒット作となる。国さ忠春、宮本武蔵、大菩薩峠の机龍之介、王将の坂田三吉、無法松の一生の松五郎、ドブロクの達などが当たり役であった。戦後になると映画界に進出。1949年に、ドブロクの達で初出演して、以降、映画でも、島田と、たびたび共演。 1954年からは、日活の映画制作再開に伴い劇団ぐるみで、同社と契約していたが、大衆演劇の衰退とともに、観客数も減少。1987年の70周年、記念公演終了をもって劇団は解散した。1988年の夏頃から体調を崩し、寝たきり状態になり、1989年2月に、 肺炎を起こして1ヶ月間入院するも、4月12日に、肺炎を再発し、産農病院に入院し、帰得状態となる。同年7月29日午後9時45分に、入院先で心不全のため死去。弟子には、大友隆太郎、小形健らがいる。長女は、ジャズ歌手で女優の新倉良子。1974年8月15日、ゴルフの約束をしていた。 津川雅彦がプレイ時間になってもゴルフ場に来ない。津川宅に電話をすると津川が出て行けないという。30分間にわたって電話で問い詰めるもののキャンセルの理由を言わない津川に激高して絶好を言い渡す。数時間後、ニュースで津川の長女が誘拐されていたこと、長女が救出されたことを知る。夜になって津川宅を訪問した辰美は、 玄関の土間に土下座をして、正彦悪かった。あ、勘弁してくれえ、と泣いて謝罪した。ありがとうございます。